けてくれ。あ、アンキラ、こんなとこで何やってんの。おっと、ハルロン、ハルロン、邪魔しないほしいな。こいつの調理方法は決まったよ。なんかすごい硬そうだから煮込む方にしたんだよね。煮込むんだよね。そんなほら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 、煮込んだらきっとホロホロになるに違いない、と僕たちはそう読んでいる。うわー、どうしたら助けられるんだ。そうだ、ねえ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 、なになに、煮込むって言ったじゃん。言ったけど何、言ったけど何。あのね、いいもの持ってんだこれ。あのね、味噌、これね、使うととっても美味しくなるんだよね。え、なに、欲しい欲しいよ欲しいよ。でしょ、これにはね、ちょっと条件があるんだ。なに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 。でねー、ポケモンカード診断ワイルドホースデスマッチしよう。なんでなんでなんで、くれよ味噌くれよ。2人がデスマッチで勝ったら無添加こだわってる味噌をあげる。ほう、で返してもらう、アンキロ。なんか納得いかないけど、まあいいや、デスマッチは楽しいからやってあげるよ。乗ってあげるぜ、乗ってあげるぜ。よし、やるか。ルールはスタンダードルール、 SAR、SR、UR は4点、 A スペックは3点、 AR は2点、ダブルレアが1点。これで計算していくよ。点数が高い方が勝ちだ。分かったよ、分かったよ。じゃあ僕たちからいくよ。これにしようかな。ワールドホースはなかなかいいカードが入ってるってあるんだよね。何が出るかな。おい、よっしゃ、俺の番だ。アンキロを救うために、頼む頼むぜ。おい、僕こっちがいいかな、僕こっち、僕こっち。いや、2人、じゃあ2人で後でこれ2つで開ければいいじゃん。分かった、じゃあ僕こっち。おりゃー、あー、はい、あ、ジーランス化石ポケモンだね。よし、次オラだ。あ、こっちにしようかな。あ、取るんじゃない、やめろ、取るな取るな。あ、分かったよ、しょうがねえ。ワイルドコースは何のカードが出るんだったかな。エースでもなんか、あー、これか、こいつでデッキを作ろうと思っていた。じゃあ僕なんだよ、デッキャン、デッキャン。煮込みうどんとかさ、何、どうやって食べようかね、アンキロね。あ、でーねー、よし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 。味噌だったら、いや普通に、あー、味噌汁、もつ煮、いやそれもつか。あ、来た来た、いって、タケル、あー、こいつ強いやつだ、タケルライコーラ、いって、よし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 、ありがとう。じゃあ僕が、僕が続けてレア以上の、ダブルレア以上の何かを引いてやる。あ、来た来た、だがアンキロを救うために、いやでもこれほんとね、最後のチャンスだと思うんで。あーねー、そうそう、もうね、僕たちね、ずっと調理方法をね、考えてたんだよね。もうついに決定したから、味噌で食べるって決定したかねー。よしよし、あー、どっちこっちにするか。もうほんとこれが最後のチャンスだと思うからね、アンキロが食べられちゃうからね。あ、なんか切ってる。おー、よし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 、ゲンガー、やったー、合わせて2点。よしよしよし、くー、ちゃんとね、味噌で食べるって僕たち決めたんだよ、決めたんだよ。絶対勝つからな、勝つからな。あー、くそー、だったらこんな勝負乗らなきゃよかったぜってならないように、なんか裏でこそもできないかな。おい、変なことを考えるな、やめろ。あ、さ、ほらだ、頼めて。おりゃ、おい、あー、トドロク付き、これ欲しかった。さあさあ、僕たちが
いいでしょ。これで今同点だからね。さっさと点を広げてあげないといけない。おお、来た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 。林上2点。AR 2点だよ。あれ、君点数が僕たちの半分。くっくっ悔しい。いやでもさ、2人いるのずるくない？え、何言ってんの？ずるくはないか。くっくー。素の顔で、え、ずるくないって言う。あー、やったー、1点。もうすぐで追いつくぞ。さあさあ、これにしよう。まあ今ちょっと点差が危ないけど、まあ余裕で勝て。あー、来た、本当に来てるぞ。 A スペックだなこれは。いくよ、せーの。あー、どう、ドラムか。あー、そっか、これドラムが出るやつだったか。ほら、これドラムばっか弾くんだよ。で、スペックは3点。3点、イエーイ。てか僕たち強くない？双子の力だよね。強い。くー、やばい。あ、待って、さっきこっちから出たよね。こっちから弾こう。やばいよ、ダブルってなんか基本強いんだよね。こっこえ、なんか頼む。あ、ポフィン。え、待って、ポフィン点数入れない？何それ、入れないよ。ずるしんだよ。すいませんでした。ふふげー。ポフィンはね、強いんだよね。ポフィンいっぱい欲しいんだよね。さあ、開封していくよ。ポフィンはね、確かに欲しいんだよね。僕たちもポフィンいっぱい欲しいなって思ってたよ。さあ、こっちから行く？何？どうしたらいいの？この手触りでわかる？わかんないよ。何が出るか。わかんないよ。とりあえず、SAR かなんかを弾いてくれれば。おえい。さあ、なんか、さすがにね、この辺、SAR 出そうな気がするよ。出そうな気がするよ。ハルル、待ってろ、ハルル。やめろ。ふぅ、だんだん熱くなってきた。え、もう枚数半分以上もうパック開封できてる。やばい。でもこれ3、2、5、残り、え、まだ残っているとは思うのだが、さあ、まあ残りのあたりも僕たちが引くからね。あと、ポフィンも弾きたいね。あー、本当に来てる。来てるぞ、ダブル。なんかこれ SR っぽいな。それ。探検家の線どんだ。やったー、4点だ。これもう僕たち勝ってるよね。もう続き開封しなくていいんじゃない？てかもうむしろ残りの開封全部あげてもいいくらいだよね。ねえ、だよね。え、じゃあくれる？いいよ。これで勝てるんだったらね。というわけで、ブルーたちはもうこれで満足らしいので、残りのパック全部、ゆくたはるかがいただきます。いや、でもね、これね、さすがにね、残り全部オラが開封したとしても、勝てなさそうなんだよね。どうだ、バババーっとやってしまうか。くえ、暗記は本当に味噌煮込みにされちゃうの？そんなのひどすぎる。だってもう本当に味噌で煮込まれたら無理くない？やばい。でも多分ダブルレア1個あってもおかしくないと思うんだよね。もう1個。あ、しゃ、チラミー。2点、やったー。あと、SR 枠がもう1回来てくれてもなんとかなんないような。あー、頼むー。男とかね、いっぱいいたら、お好きな人だけど、これはもう、諦めてもらうしかないのか。あー、やばい、残り2パックだ。わー、2枚箱、せめて2枚箱あれ。
2枚はこれ頼む。あ、なんかいいぞ。よし、いってん。ああ、これ頼む。これが SAR だったとしたら、点数もしかしていける?これが SR だったとしても、いいかと。わー、つらい。頼む。ああ、負けたー。やったー、僕たちの勝利だー。早く味噌ちょうだい、味噌ちょうだい。しょうがない。ほら、味噌だよ。ついでにおまけで、だしもあげるよ。煮込んでおくことにするよ。じゃあまた3日間ぐらい経ったら来ようね。